WWF ジャパンプレゼンツ、地球をもっと好きになる1時間、ワンプラネットライフスタイル、スタートです。担当パーソナリティは鈴木美穂、そして今夜のナビゲーターは、WWF ジャパン広報担当、新井秀子と WWF ジャパン自然保護室森林グループの伊藤沙織です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもうね、お二人ともご出演初めてではないので、はい、もう、はい、慣れましたか？今日ちょっとね、放送を聞きの方、前の時間から放送をお聞きになっている方ご存知かと思いますが、電車が止まってしまいましてね、それで途中からタクシーで飛ばして駆けつけてくださいました。はいはい、本当にもうね、まだ息が上がってるかと思うんですけれども、落ち着いてください。はい、大丈夫ですからね。はい、新井さん、今日のお話何いきましょう？はい、ニュースじゃなくて今日のテーマ、はいはい、今日のテーマはですね、はい、緊急報告、はい、インドネシアで泥炭森林火災が多発っていうことでですね、実は今年の9月にアマゾンの森林火災が、うん、まあ、世界的に問題になって日本でもニュースになったと思うんですけれども、そうそう、はい、けれども、まあ、アマゾンだけではなくて、うん、まあ、大規模な森林火災っていうのは実はインドネシアでも、うん、起こっているんですね。で、この深刻な火災の被害が生じておりまして、特にその泥炭とか森林火災っていうのが、はい、まあ、今年は特に多く、インドネシアでは多くは、うん、発生しておりまして、で、まあ、インドネシアの火災なので、はい、皆様日本とはね、うん、あんまりこう直接的な関係がないかなって思っていると思うんですけども、実は関係しているところがあるので、ちょっと今日は、うん、その辺のお話を、うん、まあ、日本の皆さんでも一緒に、はい、インドネシアからの情報をもとにお伝えするとともに、ちょっとなんでそんなことが起きてるのかなっていうところを、うん、皆さんと考えてみ、たいと思っています。うん、で、今日はちょうど先ほど、まあ、自己紹介というか名前をもう自分で言ってもらいましたけれども、はい、伊藤は足しげくインドネシア の、うん、現地に通っているものなので、その辺の情報は、はい、生で見ていらしてるんですね。はいはい、そうですか、楽しみです。さ、その前に今日の10月12日の件を、はい、はい、あ、ニュースですか？あ、いや、台風の件ですね。あ、はい、すいません。はい、そうですね、まあ、10月12日に、まあ、本州に上陸した台風19号、うん、まあ、その台風19号により、うん、まあ、被害を受けられた皆様に、並びに、まあ、ご家族の皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。はい、まあ、新聞でね、ニュースとかでちょっと私も全貌を知るわけじゃないんですけども、それだけでも新聞ニュースがあっただけでも結構いろんなところで被害が起きているの で、うん、でね、はい、お詫び、お見舞い申し上げます。そうですね、はい、報道されている部分というのは大きな部分だけだと思うので、多分報道しきれてない細かい部分というのは多分もっとたくさんあるんですよね。うん、はい、ね、本当に皆さん早く元の生活が一日も早く戻りますようにお祈りしております。はい、お祈りしております。はい、ではここで番組の趣旨の方をお伝えいたします。水、森や海の資源、食料やエネルギー、私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられています。しかし今、人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化しています。このまま使いすぎの暮らしを続けていけば、2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています。当番組では地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思います。さてさてさて、じゃあお知らせの方先行っちゃおうかな。はい、リスナーの皆様のお知らせですね。はい、この番組では広くリスナーの皆様に普段の環境のことや、野生動物のことなどで気になっていることを一般に募集したいと思っております。次週の放送テーマを事前に告知いたします。番組の最後にね、お伝えしますので、いただいたご意見にいろいろとお答えしていきたいと思っておりますので、皆様どしどしメッセージをくださいね。よろしくお願いします。お待ちしております。そして SNS、 ツイッターの方へは
WWF Japan のオフィシャルアカウントをまずフォローしていただきまして、ハッシュタグ、FM 東久留米、ハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください。 FM 東久留米の FM は大文字アルファベットの FM、 東久留米はすべてひらがなです。そしてワンプラネットは全部カタカナでお願いしますね。そしてメールのアドレスも、お伝えしましょう。数字で854、アルファベットすべて小文字で fm-hinashikurume.com、 854 fm-hinashikurume.com です。はい、ではここで一旦ブレイクに行きましょうかね。はい、ではお願いします。はい、ワンプラネットライフスタイル、 WWF ジャパンの提供でお送りしております。
さあここからは今週のニュース参りましょう。はい、はい、今週のニュース今日選んだ一つ目はですね、はい、あのまあ、もう皆さんご存知だと思うんですが、うん、はい、あのノーベル化学賞に、うん、あの日本人の、吉野さんが選ばれたという話題なんですけども、素晴らしい、はい、あのノーベル化学賞で、あの、はい、受賞の理由っていうのはこの、リチウムイオン電池の原型となる電池を考案して、うん、それが産業の発展に、貢献したっていうことだったんですけども、はい、このあの受賞の次の日に吉野さんが、まあ、会見されたということで、これ、はい、日経ビジネスというオンラインのニュースなんですけども、はい、まあ、環境問題の解決に役立つ技術ということで、うん、実はそういうところで選ばれたというところも ありましてあったそう で、このリチウム電池って、いろんなスマホとか、ね、身近なものにパソコンとかいろいろ使われていると思うんですけども、電気自動車の、あの電池としても使われているということで、そうなんですね。で、はい、でこの吉野先生ですね、はい、吉野さんですね、あの、はい、この、地球温暖化ですね、この、リチウム電池が、あの、はい、蓄電池の機能をもっと、うん、あの活かせれば、うん、その太陽とか太陽光とか、うん、まあ、風力発電、これあのこう不安定な電源と言われているところもあるんですけども、はい、それをこうそこで作った電気をこう貯めておく電池としてもっと、まあ、もうちょっと安く、はい、利用できればということで、まあ、電気だけのために作ると非常にコストが高いんですけども、その電気自動車の電気としての電池として その利用、逆にその再エネの再生可能エネルギーの蓄電池として使えるんじゃないかというところで、それを強く願っていらっしゃるというコメントが、その記者会見でおっしゃられたということで、ちょっと今日選んでみました。そうですか、はい、なんか私テレビのコマーシャルで見たんですけど、はい、今電気自動車増えましたよね、はい、その電気蓄電してあるもので家の電気が賄えたりっていうコマーシャルも、そうですね、そういうところも、ね、あの面もあるみたいで、何か停電だったりした時は、はい、ね、そうですね、まあ、ただこの、私思うのは、はい、まあ、再生可能エネルギーの普及っていうのは、まあ、無尽蔵ではやはりないので、その省エネとセットであるし、その、はい、まあ、太陽光発電とかね、風力発電とか、やっぱりこう自然を破壊することなくなるべく作っていくっていうことが、ね、必要かな、セットで考えなきゃいけないなっていうことはちょっと思いました。そうですね、はい、風力発電もいいようですけど、意外にこう、はい、なんか低周波じゃないけど、なんかノイズがすごかったりするんですもんね、うん、はい、風力発電もね、はい、やはり難しいんですけども、もう少しずつやっていけば、ね、そうですね、はい、いいと、はい、大丈夫だと思います。はい、次は、はい、でもう一つはですね、10月7日の読売新聞のニュースなんですけども、はい、奄美大島で、はいはい、その希少な、クワガタなどを含むその昆虫が、うん、たくさんこう罠にかかって死んでいるのが見つかったというニュースがありまして、今ちょうど政府が2020年の世界自然遺産登録を目指していて、うん、その視察 IUCN の視察が 今というかこの12日まで行われていたんですけど、はい、まあ、そういうこともありまして、まあ、政府としては環境省、政府としてはその取り締まっていかなきゃいけないっていうニュースだったんですけれども、違法の罠ってどういう罠だか、はい、ここ多分その、自然保護区、うん、ですね、このニュースによるとその特定保護区っていうところではなかったんですけども、この罠をかけちゃいけないっていう場所だったらしくて、罠自体がどうこうじゃなくて場所、はいはい、はい、その場所、罠をかけちゃいけないその場所に、うん、地域に罠をかけていたということらしいんですね、うん、はい、でそのこのようにその、なんですかね、その自然の脅威としては奄美大島の自然の脅威としては外来種のこともありますし、こういうあと希少種をこう捕まえて、うん、売って儲けるみたいな人もおりまして、そういうことがあるとやはり世界自然遺産の登録 の、 条件としても、ね、何ですかね、クリアしないというかこともあると、ね、ありますし、はい、そうです、まあ、あと
私ども の, その WWF ジャパンの野生生物取引監視部門のトラフィックっていう部門があるんですが、はい、まあ、そこがまあ2018年にこれはあの昆虫ではなくて、南西諸島の、両生爬虫類についてそのペットとしての取引の市場調査をしたんですけども、はい、その時もやはりあの固有種の、半分今日がですね、まあ、国内とか海外で活発に取引されていることが分かったっていう、売買されてるってことですか、はい、あるので、やはりこういう、やはり、まあ、昆虫好きな人方とかこの両生爬虫類好きな方とかは多いと思うんですけども、やはりその、こう飼って楽しむっていうのも、まあ、いいかと思うんですが、やはりそれより以前にそのもともといるところに、あの自然が一番置いておくっていうところがやっぱりそれが一番だと思うの で、その辺よく皆さん考えてくれるといいなと思います、ね、結局ね需要がいけない、ね、はい、需要がよろしくないです、はいはい、ね、じゃあ、いやでも奄美大島って私親戚がいるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。あのおじおばがいて、はい、子供の時に行ったことあるんです、奄美大島、うん、あ、そうなんですか。私はまだ行ったことないです。本当に綺麗で、でも小学生の頃ですよ私がね、相当昔なんです。ちょっと違うんですか、あの森の感じ。あのね、すごく覚えてるのは、はい、もう小学校低学年なので本当に小さかったんですけど、はい、海の透明度、もうびっくりします。わ、どこまで見えるのっていうぐらい。でもその時にちょうど季節がね、ナマコがいっぱい出てた時期だったんですよ、はい、だから子供でしょ、はい、だからうんちがいっぱいみたいな。あ、結構大きかった、ね、そう、もうだらけ、はい、ナマコだらけでした、でももうナマコだらけ、透き通っても見える、見えるの、下の方にいっぱい見えるんです。行ってみたい、ね、行ってみたいですね。そう、本当に船で行ったんですよね、鹿児島から船に乗って。あ、そうそう、鹿児島県なんですよね。そうなんですよね。あ、はい、メッセージが入りましたので、はい、お読みいたしましょう。はい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 、じゃあこっちから行こうかな。ラジオネーム西方さん、カップ麺は水で作れる、災害時のために知っておきたいことだって、おう、で焼きそばやうどん、袋麺にも応用可能だそうですよ、あ、水で作れるということはお湯じゃなくてもいいということですか。できちゃうということですね、おー、すごいすごい、電気や水道、ガスなどのインフラが止まってしまうような災害時、お湯がなくてもカップ麺を作る方法があることをご存知ですか、ということで。知らないです。知らなかったです。いやー、すごいすごい、あの警視庁警備部災害対策課がツイッターで紹介し話題を呼んだ方法なんだそうです。ラーメンだけでなく焼きそばやカップうどん、袋麺にも応用可能で、やり方は以下の通り、ちょっと申し上げますね、カップ麺の場合、水を注ぎほぐれるまで待ちます。チキンラーメンなどの場合は15分ほど待ちます。うどんなどの場合は20分以上待ちます、忍耐ね、その代わり粉末スープは先に入れるということですよ、そんな、あれお水でも溶けるんですね。溶けるんですね、時間が必要ですけど溶けるようですよ、次カップ焼きそば、麺が隠れる程度に水を注ぎ20分ほど待ちます、その後で液体ソースを絡めると。へえ、ね、焼きそばは後からソース、焼きそばはソース後から ね、次袋麺、水を袋麺に直接注ぎ、あ、そうなんだ、袋に直接入れて15分間待ちます。倒れないようにペットボトルなどに立てかけたりして、ね、袋のまんまなので、いずれの場合も水はペットボトルのものを使うようにして衛生面にはご注意ください。あ、水は必要なんですね、もちろんそうか、まあ、そうですよね、水だけの確保はね必要ですけれども、いや、西方さんありがとうございます、すごい情報ですね、すいませんでした。はい、はい、もう一通ございます。ラジオネーム N やじりんさん、はい、鈴木さんこんばんは。あ、こんばんは。え、札幌で聞かせていただいてますよ、ありがとうございます。動物保護、地球環境保護、大切ですよね。鈴木さんとはフェイスブックでフレンドになっていただいていますが、やはり投稿コメントはこれやり取りですね、これのやり取りですね、
それではこれからもいろいろな話題を提供してくださいということで、N やじりんさんありがとうございます。札幌から来てくれてますよ。ありがとうございま す、ね、いやワクワク、すごいいい情報をいただきました、はい、ありがとうございます、ね、はい、ちょっとじゃあここで本題に入る前にブレイクまいります。はい、ワンプラネットライフスタイル、この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあここからはいよいよ今日のメインテーマ参りましょう。緊急報告、インドネシアで泥炭森林火災が多発ということですね。さあここからは伊藤さん、はい、ねえ、なんかインドネシア行かれたんですよね、うんうん、そうなんです。ちょうど昨日の朝帰ってきたんです。昨日の朝帰ってきたんですけれども、よかった昨日帰れて、はい、ちょうど台風の被害で空港が閉鎖されていたので飛行機がなんかキャンセルになったりして、あ、じゃあもっと本当は早く帰るはずだったのに、ちょうど土曜日に帰るはずだったんですけど、土曜日は無理だ、はい、そうですね。でも最中、うん、なんか帰ってきてすぐ思ったんですけども、はい、日本が結構東京は肌寒くなっていって、もう秋の感じなのかなって、ね、そうそう、インドネシアではあの日本みたいに季節は4つなくて、
て、ちょうど2つ季節があるんですけど、はい、それが寒気と雨季っていう、寒気と雨季、はい、春夏じゃなくて、そうなんですよ、2つなんです。それで大体雨がすごいたくさん降る時期と、本当に雨が降らないのが続く時期が寒気に当たります。寒気は何月から何月ですか？ちょうどですね、3月ぐらいから始まるんですけれども、今10月、まあ、寒気の終わりになってきて、まあ、12月ぐらいになると少しずつ雨も降り始めるかなっていう、うん、はい、感じなんですけれども。じゃあ12、1、2、3、4ヶ月ぐらいが雨季ですか？そうですね、はっきりとしたあの、うん、こうすごくインドネシアも広いので、何月何月ってパッキリは決まってないんですけど、でもそのくらいだと思いますね。というん、ってことは1年のうちで寒気の方が圧倒的に長いんですね。そうですね、寒気が始まる、うん、あの島で始まってから続いていて、うん、今まだちょっと寒気が続いていて、ただ急に雨がバーって降るわけじゃなくて、だんだんに、はい、夕方とバーって雨が降ってくる時期が始まったりするので。何度ぐらいなんですか、温度ですか？気温は、あ、だいたい30度ぐらい。はい、そうですね、あります。暑いですね。あ、でも夏の日本の方が暑いですね、うん、やっぱり湿気ですかね。そうですね、そうか。ちょうど今の、まあ、寒気があの9月10月がまあ本当に続いてピークになってきてるんですけれども、はい、まあ、日本だと季節 の、 その変わり目とか、あの夏の8月9月台風来るんですけど、はい、インドネシアだとその火災が発生するっていうのが毎年恒例になっていて、はい、ちょうど先月、まあ、9月の中旬あたり1週間でもう国内だけで8万7960地点ぐらい、まあ、ほぼ8万8000地点ぐらい の、 あの火災があの検出されているんですね。これ衛星で検出されるんですけど、これってこれだけ出たらすごく人間にも被害は、そうなんです、もちろんあの人にもそうですし、うん、あのその燃えている地域そのものの、うん、まあ、自然にもすごく大きな影響があるんですね、うん、でちょうど今10月になって雨少し降り始めて、はい、今週今日まで の、 あの1週間だと1万3000件くらいまでに少し減ったんですけど、す、ね、でもそれでも1万を超えているので、そうか、はい、やっぱり森林が燃えるんですか、そうですね、まあ、あのよくインドネシアでその森林火災と言われるんですけれども、日本であまり報道されていない部分がその、うん、聞かないですよね、デイタン地火災というものがありまして、先ほどの北海道の方からデータがあったんですけど、北海道にも日本って泥炭地広がっていて、よくピートランドって呼ばれたりするんですけど、ちょっと聞いたことあるかな、はい、ウイスキーの生産にあのピートの香りがこうついたりする、同じでインドネシア の、 そのピートランドって泥炭地のこと、泥炭地がすごく広がっている地域 で、 その泥炭地も燃えるということですごく問題に、はい、なっているんですね。なんかあのツイッターの方で、はい、なんかクイズを今回もなんか設けてくださったそうで、はい、はい、そうです、うん、ですね、クイズはそのインドネシアで起きている泥炭火災について、はい、まあ、燃えているのは、まあ、どこみたいな質問だったんですけども、一応あの4択で4択、はい、木、はい、木ですね、木、うん、木、うん、か草か土か池を選んでもらって、うん、木を選んだ方が 16%、 16%、 草が 10%、うん、土が 58%、うん、それから池が 16%、 木と池が同じ割合ですね。そうか、はい、はい、で正解は、正解は土、土、泥炭、泥ですもんね、はい、土なんですね、はい、なんで土が燃えるのって感じですけどね。そうなんですよね、不思議な現象ですね、はい、そうなんです、あの元々は、うん、その泥炭ってあの湿地にこう広がっているようなところで、その普通植物って枯れるとこう分解していくんですけど、 そうですね、その葉っぱとかも枯れたらそこにあるだけじゃなくて、どんどんこう分解して土になっていく、うん、微生物がね、そうですよね、はい、ただ泥炭のその水の中に枯れた植物がずっとあっても分解が進まなくて、うん、
て、うん、そのままこう堆積していくんですよね、はい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 、層になっていって、うん、で深いところだとまあ20メートル以上ぐらい、あの深さがあの形成されていて地層にもなっているようなところなんですけれども、はい、でその湿地であったりその湿地の上にこう森が広がっていたりするんですけれども、そこで火災がこう広がっていて、でその被害があの拡大していて、あの、ま、具体的にその森林と泥炭火災 の, その面積をちょっと9月までのものを今年の分をちょっと見てみたら、うん、はい、スマトラ島という島とカリマンタン島という島で、はい、インドネシアで一番大きな2つの島なんですけども、あのその島であの、ま、18万ヘクタール、18万ヘクタール、はい、で東京 の, あの東京都の面積が21万ヘクタールちょっと超えるくらいなので、あ、まあ、東京都よりも少しちょっと狭いくらい、そうですね、あらすごい、であのお伝えすると少し規模が分かりますね、はい、かなと思ったんですけど、はい、そうですか、うん、いやでもこの泥炭火災、はい、いやどんな被害が問題なんでしょう。そうですね、まあ、もちろんあの、はい、ね、温暖化が進んじゃうっていうのはもちろんなんですけど、そうなんです、もともとその森が燃えるっていう中で一番ピンとくるのがその燃えた時煙が発生していく中で温室効果ガスが排出するってことがあると思うんですけど、まあ、二酸化炭素だけじゃなくて二酸化窒素であったり二酸化硫黄であったり人に有害な物質ですね、あのがあるんですね。で泥炭っていうのがそもそもものすごいあの炭素の貯蔵庫になっているので、その土地が燃えた時 の, あの、うん、温室効果ガスの排出量っていうのは、うん、通常の土地よりも20倍の二酸化炭素の排出になってしまうことであったり、それはまずいですか、はい、あとはあのもう泥炭地ってあの地球の中でもすごく限られた地域にしかない土地なんですね、あの陸地の面積の今わずか 3% っていうふうに言われていて、ただこの 3% しかない泥炭地が、はい、地球上の森全ての面積を合わせたよりも多くの、はい、あの炭素を貯蔵している、大変そうなんですね、まあ、なのでこの炭素あの貯蔵庫であるあの泥炭地をいかにあの燃やさずにというか、その炭素を時間を稼いででも、うん、あの貯蔵しといてもらわないと、うん、あのまあ、温暖化を少しでもこう食い止めるためにっていうところではあるんですけど、うん、やっぱり健康な被害がこう拡大したりとか、まあ、近隣の人はもちろんそうなんですけれども、やっぱり国境を越えてこうシンガポールとかの国々も煙が及びますし、やっぱり WWF のスタッフで も,、うん、あのもうオフィスに行けないんですよね、街の煙がすごすぎて窓を開けられないとか、で,、ね、でも街中のマスクがもう売り切れちゃってでマスク買えない、飛行機も飛ばなくなりますし、本当に経済的なあの被害もすごく大きいですね、うん、はい、まあ、学校も閉鎖したりとか、そうなんだ、もうあげるときりがないですね、うん、はい、いやでもあとは漏れ、うん、森じゃなくその土、そうです、ね、燃えてしまったら、はい、この生態系ってどうなんですかね。あ、そうですね、動物たちの生態系ってどうなるんだろう、はい、そうですね、今あのちょっと町に住んでいる人たちにちょっとフォーカスして被害をお伝えしたんですけれども、うん、そもそもその泥炭湿地林であったりその森には本当にたくさんの生き物があの住んでいるので、うん、そこがこう燃えると、まあ、そもそもその、まあ、伐採をされたりした中で、はい、あの動物たちがまあ住処とか食べ物も失います、うん、し、まあ、そもそも住んでいけないような状況になっているっていうのと、まあ、あとはそのインドネシアの面積自体はすごく小さい、あの 1.3% くらいしかないんですけれども、うん、熱帯林の 10% がそこに残ってるんですね、うん、そうか、そうなんですよ、で、まあ、そこにはまあ哺乳類の大体
まあ、世界中の哺乳類の 12% がそこに住んでますし、爬虫類とか両生類だと 7.3% で、まあ、鳥類とかだと 17% くらいがそこに本当に集中してる、なんかこう動物たちにとっては大都会みたいなところなんですよね。動物と、そうなんですよ。もうすごくたくさんの生き物が生きていけるあの場所なので、うん、あのすごく今本当にトラであったりとか、アジアゾウ、スマトラサイとか、あのあとオランウータンとかですね、大型哺乳類、大きな哺乳類はもう絶滅が心配されているですよね。本当にギリギリのところにいるので、そうそうそう、はい、うん、いやこれあの前にもね、あのお話しいただいたかと思うんですけど、はい、この泥炭地の火災発生の原因っていうのは、そうですね、一番多分気になるのが本当にどういうふうに発生したかっていうところかなと思うんですけど、なんで土から火が出るの？そうなんです。これやっぱりあのいろいろな原因があるとは言われているんですけれども、はい、主な原因がやっぱり農地を開発するであったり、植林地をあの開発するためにあの火入れ、うんっていうのがあのなされる、つまりこう人為的なあのものではないかというふうに言われていて、でそもそもその泥炭地って湿地なので濡れているので、はい、火をつけても燃えないんですよね。そうですよね。そうなんです。で、うん、湿地林をあの農園だったり植林地にあの転換するときに、うん、そのままだとできないので、その土地の水を抜くんですね。川をこう掘ってで、うん、土からどんどんこう水を抜いていくんですね、はい、でその水を抜いて時にあのその木も伐採して使える木とかもそこで売っていくんです、うん、木材としてその川で運んで、うんうん、作った川で運んで出していって、はい、で水が抜けたらもうその時点で泥炭地が空気に触れてしまうので、そこからもう温室効果ガスは出てってるんですけど、そこにそういうもの、はい、そういうものなんですよ。で寒気が来るのを待っていて、はい、寒気が来たら雨が降らないですよね、はいはい、なので火をつければ燃え広がると。でその下草であったりとか、うん、もう売れないあの、まあ、木材とかはもうそれの火で処理するっていうところなんですよね。なんかあの、うん、いろんなね、うん、あの植物を、はい、なんか生産するために、はい、うん、開発しちゃってるっていうのもあるんですよね。そういうのも原因の一つに、はい、そ、もともとその農地っていうのは、はい、なんていうかな、畑を作るというよりかはもう大体単一の作物を作っていて、うん、もう一つのもの、そうですね、すごい面積作るんですね。そうですね、まあ、あの以降あの大きいのがあの油ヤシという、はい、この間一度紹介させていただいたんですけれども、油ヤシっていうあの油が取れる実がなる木を植えるっていうのが、うん、のまあ、油ヤシ農園を作ったり、うん、あとはあのアカシアっていう木だったりユーカリっていう木があるんですけど、うん、それはあのすごく早く育つ木なんですね。うちにもユーカリあります。あ、そうですか。ちっちゃいユーカリから育ってますよ。育ってますか。すくすくと。だいたい5年から7年ですごくもう立派に成長して伐採して、それをその紙にするため の, そのパルプ材として使うんですけど、そのアカシアやユーカリの植林地にするためにその森を切り開くっていうようなケースがありますね。そうかね、油ヤシから大量にパーム油が取れちゃうんですよね。そうですね、油ヤシからそうパーム油が取れて、そのパーム油っていうのが先ほどあのちょっとレターにもあったようなそのカップ麺とか、うん、そうですね、袋麺のその麺の揚げ油なんかに使われたり、うんうん、あの麺そのものにも練り込まれたり、うん、あのいろいろですね、スナック菓子なんかもね、そうですね、使われてますもんね、はい、ポテトチップスとかパンとかですね。パンも、はい、ショートニングって書いてあったりします。そうか、そうですよね、いろんな名前がついてるので、ショートニングもね、そうなんですね、はい、なので、まあ、こういうふうにあの土地を土地に火を入れて、うん、あの生産された作物であったり、うん、その紙パルプ材であったりっていうので生産されたものっていうのは日本にももちろん輸出されて、私たちもそれを食べて
ったり使ったりしているんですね。そうですか、はい、いやじゃあこの泥炭火災っていうのは鎮火することはできるんですか、はい、今 WWF の方でも、まあ、現地への緊急対応っていうことで、まあ、最前線の人たちですね、消火活動に携わっている人たちに必要な支援を実施したりですとか、またその火災の再発を防ぐために、うん、いろんな処置を行っているんですけれども、例えばその日本であれば電話すれば消防車が来てくれますけど、ますね、うん、消防車のないような地域たくさんありますし、ないんだ、はい、でまず消防隊がいない、消防車がない、燃えてても水源がない、水源がない、そうなんです、だからその何もないようなところで火が起きたらまず誰も気づかないまま燃え続けていっているので、まず水をそこまで運ぶであったり、大変なことになるんですね、そうなんですよ、日本ではなかなか想像つかないんですけれども、とピックアップトラックみたいなトラックに水をタンクをガンって乗せて、それでホースで巻いたりするんですけど、またホースがないとか、そうなんですよ、そうなんです、ね、すごく難しい、だからこそそのもともと火が起きないようにするっていうのがすごく大事なんですけれども、まあ、現地ではすごく消防隊の方々が最前線で働いていてくださっているところですね。まあ、それを予防する策とかいうのはどういうことをするんですか？そうですね、もういろいろな方法はあるんですけれども、物理的にはそのたくさんこう火を入れないで生産されたパーム油であったり、その紙を多くの人が選ぶようになれば、現地でもそういう取り組みが、はい、抑制されるんではないかというふうにも一つ考えていて、今なんとなくこう買い物をするときってこう、まあ値段であったりとかいつも使ってるものとか、はい、まあ食べたら美味しいものであったり、はい、まあ、シャンプーとかであれば自分の髪にこう相性がいいものとか選ぶと思うんですけど、そうですね、まあ、文房具の紙のノートとかであっても、その生産過程がどういう生産過程で生産されたのかってなかなか分かりにくいと思うんですけども、ちゃんと自然に配慮して生産されたものを消費者の人ないし消費している、はい、ものを作ってる企業さんであったり、消費国が責任を持って、はい、こういうふうに作ったものは嫌ですと、ちゃんと森林火災なんか起こさないで作ったものが欲しいですっていうような、意思表示をしないとね、そうですね、っていうのはすごく必要かなと思います。やっぱり知らされてないまま、その安い方を選んでしまったりとか、ね、誰もその自然破壊をしようと思って買い物する人はいないと思うので、知りたいなっていう気持ちっていうのが、もうちょっとこう広がったり、その届くと変わってくるんじゃないかなとは思っています。一般の方も分かりやすいマークがあるんですよね。そうですね、紙とか木材であれば FSC という木のマークがありますし、そうですね、はい、パーム油だとまだマークはちょっとついてるのは少ないんですけども、少しずつ増えてきていて、RSPO というマークがついたものがありますので、そのマークのあるパーム油だったら、はいはい、そんなに自然破壊に加担していないということを活かしていますかね。はい、なるほど、はい、RSPO、はい、という名前のついてるマークなんですけど、すごく覚えやすいマークなので、一度皆さんこう Google 画像検索していただくと、ね、一度検索して、はい、あ、こんなマークかなって。そうなんです。 FSC なんかの方がまだね、たくさん見られますよね。そうですね、最近牛乳パックですとか、本当文房具でも増えてきているの で、ね、コンビニエンスストアでもすごくたくさん取り扱っているところ、スーパーでも多い。気がついたのが一つありまして、私がいつも買っている無調整豆乳の紙パックが FSC のマークがついてました。嬉しいなと思って、なんかそういうところから増えていくといいなと思いますね。そうですよね。 RSPO も今マーガリンとかついているのが出ていたり、ね、シャンプーや石鹸ではもうあるので、ぜひ、はい、探してみていただけたら嬉しいです。ちょっとね、はい、マークに注意して買い物していただけると嬉しいですね。はいはい、じゃあここでは一旦ブレイクします。はい。
ンプラネットライフスタイル、 WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあ、ここからはお知らせなどなどございますか。はい、はいはい、お知らせさせていただきます。はい、じゃあ一つ目は、今 WWF ジャパンでやっているキャンペーンがありまして、はい、田んぼと生き物保全キャンペーン、うんうん、そのタイトルは失われる命というものなんですけれども、命の色、あ、ごめんなさい、そうだ間違えた、失われる命の色です。はい、はい、ありがとうございます。また間違えちゃった。でこれはですね、はい、実はその、まあ、失われる命の色っていうのは、まあ、これ淡水魚を軸にしたキャンペーンなんですけれども、はい、まあ、あの淡水魚って婚姻色って結婚の季節、産卵の季節になると、うん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 、すごく綺麗な色になるのですね。でそれが、うんうんうん、失われないようにっていう思いを込めてこのようなタイトルなんですけれども、なるほど、実は今日本の淡水とか、うん、まあ、汽水域に生息する魚類の約4割が絶滅の恐れのある種になっているんですね。約4割ですよ、4割、4割ってすごいよ。そうなんです、ね、でしかもこの子たちの多くが住んでいるところっていうのが、はい、田んぼとか水路なんですね。で、これはどういうことを意味するかっていうと、はい、昔は土の素掘りの水路が多かったんですけども、うんうん、まあ、補助整備などによって、うんうん、そのコンクリートの、ね、川になって水路になってしまっていうことがと、まあ、U 字工みたいになっちゃうんですよ ね、 そうですね、関係していて、でその50年ぐらい前から、まあ、比べると本当にそういうつぼりの水路もすごく減ってきているのと、こうするように淡水魚も今このような4割が絶滅の恐れのある種になってしまったっていうところが実はありまして、ただまあ九州の北西部にはまだ意外とこの希少な淡水魚がまだ多く生き残っておりまして、うん、はい、でただそこでもその農家の方の高齢化という問題がありまして、そのコンクリートにしていこうという、水路を回収しようという、そのメンテナンスが楽だから、そうですね、楽だからっていうのがあるんですけども、いや、とにかく、まあ、でもとはいえ、その生き物がと農業がその強制的水路の回収方法っていうのも実はありまして、うん、はい、それをまあ大学の研修先生とか、うん、地方の自治体さんとか、それから農家の方と協力しながら、うん、そういう方法に、そういう方法広めようという、そういうプロジェクトを今やっておりまして、うん、でそれの何ですかね、のご支援をこう募るキャンペーンなんです、うん、それが、はい、失われる命の色キャンペーンなんですね、はいはい、ウェブサイトでもご紹介しておりますので、うん、はい、ぜひ一度見ていただければと思います、うん、そうですね、はい、もうさっきから伊藤さんが、はい、もうね、本当に綺麗なの、本当に大阪の綺麗なのって、そうですね、綺麗なんですね、はい、もうぜひね、ちょっと興味を持っていただくところから、うん、はい、ね、そうですね、失われてしまわないように、うん、ね、はい、本当にそうです、残ってほしいですね、はい、じゃあもう時間がもうちょっとしかないんですけれども、はいはい、簡単にお知らせ、はい、そうですね、あとじゃあ一つは、はい、アジアのカワウソを守るための協会っていうのが日本で設立されました。あ、そうですか。でこれは、はい、まあ、日本に昔いた日本カワウソを、うん、のような運命にその他のアジアのカワウソをさせないようにということで、うん、はいはい、専門家が設立したものなんですけれども、そうですか、はい、WWF ジャパン の、 野生生物取引監視部門のトラフィックも、うん、メンバーとして参加しています、うん、そうですか、ね、カワウソね、可愛いからといってね、飼おうと思わないでいただきたいなと、ね、はい、思います、はい、ではね、来週のテーマ発表しましょうか。来週は日本の自然保護を振り返ってみよう、ね、はい、自然保護を振り返ってみる、ね、どういう歴史があったのか、はい、どういう段階踏んでこう今があるのか、はい、っていうことですかね。そうです、そうですか、楽しみにしてください。お楽しみにでございます、ね、今日は本当にね、局に入っていただくのもバタバタでした。本当にお二人ともお疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週火曜日夕方6時はワンプラネットライフスタイル。